ビデオカメラで使用していた外付けハードディスクのデータ復旧を行いました。東京都のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは、ビクター、エブリオ、GZ-HM400。外付けハードディスクに入れていた動画データが認識されなくなった。他社にて、ハードディスクの物理障害と診断されたが、高額であるためキャンセルしたという状況です。データ復旧処理を行い、およそ21時間の動画の復元に成功しました。また、Mac で扱いやすいクイックタイム形式に変換してお渡ししました。